アレクサンドル・チェリパノフ。アレクサンドル・チェリパノフは、ソビエト連邦の軍人、中将、クルガン州、キスランスコエ村出身。1915年5月から、ロシア帝国軍に入隊し、1916年、第一イルクーツクン医学校を卒業。第一次世界大戦に従軍し、参謀大尉として、中隊を指揮した。1917年12月から、 赤英隊、1918年から、老能赤軍に入隊。北西及び西部戦線で、ロシア内戦に従軍し、連隊長、旅団参謀長、旅団長を歴任。1923年、老能赤軍軍事アカデミーを卒業。1923年夏から1927年まで、在中軍事顧問として働く。1924年6月から、 候補軍艦学校顧問団を率い先日、射撃及び隊列訓練の組織を指導し、第一不評師団付属顧問となった。1926年から、ソ連共産党員。帰国後、1927年6月から、狙撃師団長補佐。1928年、高級式要員完全化過程を終了。1929年6月から師団長となり、 東西鉄道の戦いに参加した。1933年10月から、狙撃連隊長。1935年7月から、国防人民委員部監督団団長補佐、後に団長。1938年8月から1939年11月、再び在中軍事顧問。帰国後、参謀本部軍事アカデミー専任講師となる。独ソ戦時。 北西方面主任監察官、第23軍司令官を歴任し、1943年に中将に昇進。1944年11月から在ブルガリア連邦監督委員会議長補佐、後に副議長。1947年5月から同委員会議長兼ブルガリア軍主任顧問。1948年5月から高等軍事、教育施設局副局長。 1955年11月、予備役編入。1980年、死去。霊人勲章、赤旗勲章5個、2等、クトゥーゾフ勲章を受賞。ありがとうございます。